冷戦時代の社会主義諸国。1、ロシア共和国2、ロシア以外のソ連3、ソ連以外の東側諸国4、その他の社会主義国現代の日本における中東王の概念に近い。英語圏でのセントラルイーストヨーロッパは3、プラス4に近い。中東王はヨーロッパの区分で様々に解釈されるが、主に2つの意味がある。中央と東欧を合わせた地域。 中央のうち過去に東側諸国に組み込まれていた地域で、かつ2004年以降に欧州連合に加盟した諸国のみを指す。日本では1の意味で用いられることが多く、英語圏などでは中東を一般に C と表記し2の意味で用いることも多い。中東欧の範囲は実際には中央東欧というよりは冷戦時代にソ連型社会主義体制下にあった国々をまとめて、 表していることが多い。その場合、中央に含まれるドイツ、オーストリア、スイスは中東王には含めない。なお、この意味の中東王に対比させ、冷戦時代から資本主義体制下にあった国々は西欧と呼ぶ。これとは異なり、英語圏では中東欧を中央の内過去に東京産。この場合、冷戦時代に 中立国であったオーストリアが中東王に含まれることもある。冷戦時代には歴史的には東方教会権を表す言葉だった東欧の概念を拡張してヨーロッパの社会主義諸国を東欧と総称していた。しかし東欧革命後歴史的には西方教会権に属していたチェコ、ポーランド、 スロベニアなどが東欧という呼び名に代わって過去にもこの地域を指すのに使われていた中央の用語を使用することを希望したため新たな呼び名として中東欧という言葉が広まったロシア、ベラルーシ、ウクライナ、モルドバ、グルジア、アルメニア、南部バルカン諸国は残りの中東欧諸国とは経済的には一定の共通点があるが欧州連合、北、大西洋条約機構 宣言協定に加盟していないなど、政治的にはかなり異なる立場にあるため、中東王に含めないこともある。これらの国々を除外する際の基準は先に述べた、英語圏の真意の概念に近い。ロシアまでを含むことを明示した、中東王ロシアという表現もある。日本の外務省欧州局では、欧州を西欧家と中東王家が管轄しているが、中東王家の管轄範囲は、 旧社会主義諸国より若干広くドイツ等を含む。また、ロシアはロシア化が管轄するため、含まない。NIS 諸国、編集バルト三国、編集旧ソ連諸国を除外してあげる際も、中東王に含めることが多い。ソ連の衛星国だった国々、ソ連と同盟関係になかった旧社会主義諸国、旧ユーゴスラビアとアルバニア、 中東王に含まれる可能性はあるが、含めないことが多い。ありがとうございます。